どうもみなさん、おはこんばんにちは。よしひろトークへようこそ。僕は、水泳の指導者という仕事をしながら、競泳選手、フィンスイミング選手、YouTuber ーー、時々、ポートレートカメラマンとして活動しているものです。今日はですね、とにかく、ジムに行こう。もしくは、筋トレしようぜっていう話をね、していこうと思います。なんでこの話をしようと思ったかというと、まあ、競技レベルで記録を伸ばしていきたいという方、 が、ジムに行くっていうのは、も、ま、う、あ、ほぼ至極当然のことだと僕自身は考えてるんですけど、まあ、そうではなくて、年齢の高い方の人たちの、そのマスターズスイマーの方とか、あとはその健康寿命を伸ばしていきたいという、その水泳に携わってる人、もしくはスポーツに携わってる人たちにこそ、ジムに行って体を動かしてもらいたいという、そういう思いから、まあ、今回の動画を回してみることにしました。 ことの発端はですね、最近レッスンで新しく出会ったお客さんの話なんですけど、その方が、まあ今は日本にいらっしゃるんですが、コロナが始まる前はニューヨークでお仕事をされていたと。その時にニューヨークのマスターズ水泳チームに所属して練習してましたっていう男性の方とお会いしまして、 ニューヨークのスイミングチーム、ニューヨークのマスターズチームに所属してますって言ってみたい人生だったなって僕自身は思ったんですけど、まあそんな話は置いといて、で、そこで聞いた話っていうのが、日本のその年齢の高い運動愛好家の皆様に、まあ、とても刺激になる内容だったので、まあその辺をね、まあシェアしていければいいかなというふうに思って今回カメラを回しているという次第であります。 で、話の中身を整理していくと、そのニューヨークのマスターズ水泳チームは、ちょっとうる覚えなんですけど、その練習が朝練と、ま、夜とこう2回プログラムが組まれてる日が最低でも週に4回あると言ってました。なので、まあ、その気になれば朝練午後練というね、練習のプログラムを、ま、週に4回行うことができると。はい。まあもちろんね、その皆さんお仕事とかあるから、まあ、練習して仕事行く。 なんでまあその時点でね、まあ、ちょっとあの環境的な差っていうのはねあるかなとは思うんですが、はい、朝練やってそれから仕事行ってで仕事終わったら帰ってきて夜練習するっていうマスターズスイマーですよ。<laughs> そこには当然、まあ、50代くらいの。 まあ40代50代ぐらいのそのバリバリのビジネスマンの方もいらっしゃれば、まあ、60、70くらいの方も含まれてるそうです。で、こ聞いてて面白かったのが、まあ、練習は練習でそれであってで、その他にジムでゴリゴリにウエイトトレーニングをやってると。で、それは60代、70代ぐらいの男性も女性もバーベルやダンベルを使用してジムでトレーニングをやっているっていう話を聞かせてもらったんですね。で、多分日本の その60代70代でスポーツにスポーツ愛好家の60代70代の男性や女性でバーベルやダンベルを使ってジムでもトレーニングをしてますっていう方はものすごくごく少数だと思うんですよね。でそれってこう年齢の高い方が、ま、ジムに対してこうあんまり。 足が赴かないというか、そういう話ではなく、その日本全体のフィットネス人口っていうものが海外と比較すると猛烈に低いんですよね。で現状日本では、えー、2018年調べなんですけど、2018年調べでは日本のフィットネスクラブの、あのーまあ、人口率っていうのは、えー、3.33%と言われてます。はい。なので日本人の、えー、人口比率、人口の比率に 対する、えー、フィットネスクラブに加入してている人のの割合っていうのは3.33%このパーセンテージの割合がね高いのか低いのかっていうのが、まあ、いまいちイメージ分かりにくいと思うので、まあ、同じく2018年時点での別の国の、えー、データというのを出してみるとまずアメリカが20.3%イギリスが14.8%。 フランスでも8.5%といった流れになっております。まあ、要するに何が言いたいかというと、体を動かすためにフィットネスクラブに入っているという人口のパーセンテージが、日本はこの2018年のしを調べたデータによると、G7 の中でダントツ最下位だということでした。なので、そもそも日本人はジムに行かないと。 <laughs> っていうところなんですよ、ね、まあもちろんその仕事が忙しすぎるとかねそういうのもあるかもしれないけどただその先進諸国と言われる国の中では、まあ、ぶっちぎりでフィットネスクラブに加入して運動してる筋トレをしてるっていう人がすごい少ないそういう国なんですよね。なので当然年齢の高い人たちも同じようにあの行ってる人の数は少ないと。 で、これまたすごい面白かったのがアメリカのそのマスターズ水泳ニューヨークのねマスターズチームでは朝練月曜日の朝月曜日の朝にパーソナルトレーナーをつけてバチバチに追い込むトレーニングをするとアメリカの方とかだと、まあ、英語圏のウエイトトレーニングってやっぱり結構エモーショナルな部分がすごい多くてこう、しんどそうな時にカモンカモンカモンみたいなねワンモアレプワンモアレプみたいなね そういう感じなんですよ。で、終わったら、イェーイグッジョブみたいな、そういう世界線なんですけど、そういうトレーニングを、月曜の朝からバリバリやって、それから仕事に行くと。はい。 まあもちろんだから、それ50代ぐらいの人たちですよ。で、60代とか70代ぐらいの、あの、男性の方も女性の方も普通にダンベルやバーベルでトレーニングをするっていうのが、習慣になってるみたいでっていう話をしてもらって、そうそう。だから、やっぱりね、なんだろうな、なんかそもそも、そのスポーツ、 をやるとかどうこうとかっていう以前にね、やっぱり自分自身が、まあ健康で、それ、いわゆる健康寿命っていうものですよね。まあ、そういったものがちゃんとないとね。まあ、水泳も楽しめないし。そう、日常生活でも、やっぱり普通に生きてるだけだと、男性だと三十歳を境にね、もう年々筋肉量が自然に落ちていってしまうっていうふうに言われているので、そうそう。 まあ女性の方がね、落ちていく割合っていうのは緩やかなんですけど、まあどのみち、こう加齢とともにどん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 筋肉の量っていうのは減っていってしまうので、こう何かしらの対策をしないとどんどん動けない体になっていくし、どんどん故障しやすい体になっていってしまうし、どんどん日常生活を送っていくのが難しい体になっていってしまうわけですね。で、今、YouTube っていうその、なんだろうな、メディアの中では、筋トレ系 YouTuber っていう方がね、めちゃめちゃたくさん いますけれども、そういった中でもね、その人たちの一人一人の活動理念みたいのがあって、筋トレ系の YouTuber の中では、日本のフィットネス人口っていうのを、まずは5%、そしてゆくゆくは10%を目指していきたいっていう活動理念のもと、YouTube 配信やフィットネスジムの 経営の方方に携わととしてている方とかもいてなのでとにかく日本っていうのは、まあ、世界の他の国から比べるとフィットネスクラブで運動する筋トレをするっていうね、まあ、そういう割合がものすごく少ないと。うん、なので、まあ、やっぱり僕のところにも「筋トレやってますか?」っていう質問が来たりすることもあるんですよ。で一応アスリートなので当然やってます。 はい、どれぐらいやってるかっていうと割とめちゃめちゃやってる方だと思います。でもそれは肉体を強くしていかないとやれない技術とかこう表現できない技みたいなものがあるので、まあ、それをまあしっかりと達成していくためには、まあ、これぐらいの肉体の水準が必要とかあとはまあシンプルに自分より体格も身長も大きくて体格も勝ってる人っていうのはだいたい僕より 体の肉体の強さっていうのが強い傾向にあるので、まあそういう人たちに対して同じ土俵で戦って自分が勝たないと、例えば決勝進出とか、難易入賞とか、まあそういったことってもちろんできないので、なので、その人たちに勝つためには自分がまず肉体のスペックを上げていかないといけないわけですよね。その上で技の勝負になるんですよね。なので圧倒的な肉体の差がある状態では、どんなに技が引い出てても、まあ勝てないんですよ。よほどの。 よほど技術が天才的で,ない限りでよほどの天才的な技術を持ってる人っていうのはこの一握り中の一つまみぐらいだと僕は思ってるので、まあ、そうじゃないと思ってる人は漏れなく筋トレやった方がいいと僕は思ってるんですね。 で、その筋トレっていうとね、そのジムに行ってね、ダンベルとかバーベルとかね、もっとこうビシバシやらないといけないのかって思う方いっぱいいらっしゃるかと思いますけど、もちろん最終的にはそうした方が僕はいいと思いますよ。もちろんそれやった方がいいと思うけど、その筋トレっていうのはその筋肉を使うトレーニングのことを筋トレっていうので、なので腕立て伏せとか、まあ、スクワットとか、まあそういったその自分の体重で負荷をかけられるようなものっていうのも一応筋トレには当てはまるんですよね。まあですので、まあもしね、そのスポーツを 上手くなっていいきたいとか記録を伸ばしたいって思っているのにその競技の技術練習例えば水泳だったら泳ぐ練習だけ。 とか、ランナーだったら走る練習だけとか、自転車こぐ人だったら自転車こぐ練習だけとか、まあ、それしかやってない人たちは、ぜ、ま、ひ、あ、ね、その、体を動かして筋トレをして、その肉体のスペック自体をそもそも高めていくっていうね、そういう時間もね、きちんと取ってあげられるといいかなっていうふうに思います。はい。まあ、日本のフィットネス人口3%とかって聞いた時に、まあ僕はあの、おったまげましたけどね。うん、まあそりゃ体弱いよねって思います。 はい、なので、まあ、自分自身がそのスポーツを楽しむためっていうのでももちろんあるかもしれないけどただそもそもね肉体やっぱり体が資本じゃないですか人間はだから自分の健康寿命を伸ばしていくためにその食生活に気をつけるとかっていうのももちろん大事だと思いますけれどもその体作りの一環として筋トレしようぜっていうのを僕は伝えていきたいなと思って今回動画を回させていただきましたはいみんな筋トレしようぜ Do it! っつって <laughs> はいでは最後まで聞いてくださった方ありがとうございましたまた次のエピソードでお会いいたしましょうではさよなら